夫の元内閣総理大臣、東条秀樹と勝子。中央は、孫娘の優子。父親の伊藤万太郎東条勝子10月8日から1982年5月29日は、第40代内閣総理大臣、東条秀樹の妻である。秀樹との間に7人の子供を設けた。通称に勝子。国防婦人会副会長。 福岡県田川郡安巻村出身で、地元の長者の伊藤万太郎の娘。勝子は、小倉高等女学校時代に、満徳寺に下宿していた。1906年に、日本女子大学校国文化に、入学のため上京。秀樹の父、影響に保証人になってもらい、東条家に出入りしていた。1909年4月11日、陸軍不評注意だった。 当条秀樹と学生結婚する。結婚後も通学するも、家事に追われて中退した。終戦後、秀樹は、次女と三女は、勝子の実家に行かせるなど、子供らを家から避難させたが、勝子は、夫の勧めにもかかわらず、自宅を離れなかった。1945年9月11日、米軍 MP の九州直前、秀樹の指示により勝子は林家に身を寄せ、 秀樹の自殺未遂の際には、臨家でその気配を聞くばかりであった。この自殺未遂も含めて、終戦後に、東条秀樹は、世論から激しい非難を受けており、勝子も、新聞記者に追われ、鉄造された発言が報道されたりしていた。後に勝子は、自分たちがこうした目にあったことも、戦争の犠牲者のことを思えば、苦になることでないと発言している。 熱心な浄土真宗の信者であった。菅も高知書に収監された、東条秀樹が仏教に帰依した理由に、勝子の影響があったと言われている。戦後、勝子はほとんど取材を受けていなかったが、1976年頃に、ノンフィクション作家の穂坂正康に取材を受けている。ありがとうございます。